曲はチャイコフスキー白鳥の湖。解説はおなじみの伊藤みどりさんです。さあ武田、最初のジャンプから注目ですね、はい、これ昨日は失敗しました。今日はうまく決まりました。はい、いいスタートです。昨日はあのジャンプが2回転になってしまいました。2回転サルコです。3回転のジャンプを続けることはできませんでした。選手も難しいジャンプを挑戦しますか。トリプルサルコにしました。あ、最後少しバランスを崩しました。このスピンは昨日のショートプログラムでも全てレベル4という高い評価でした。6秒間ですよね。だからチェンジエッジで2つ目のポジションチェンジで、足の反対の足で前足をスプリットします。これで4つのレベルをしっかりいただける評価をですね。そしてこの後にはコンビネーションジャンプ。トリプルループ。オーバーターンですね。まあ、曲調もそうなんですが、この人の笑顔がまだ見られません。ダブルトーループです。ダブルアクセル。やっと彼女のお客さんからは拍手をもらいました。ダブルアクセル、ダブルトーループ、ダブルトーループ、3連続ジャンプです。はい、最後に3つつなげてきました。去年はカナダ大会で6位、そして NHK 杯で3位、表彰台にも上がりました。2年目のシーズンの初戦です。さあ、得意なレイバックスピン。さあ、この演技でどんな表情を見せてくれるか、ちょっと心残りもあるようですね。最近得意なループジャンプでミスをするっていうのがちょっと気になりますね、はい、これも本当はトリプルの3回転からダブルアクセル行きたかったんですけどね、はい、うまくタイミングが合わなかったですね。武田奈々のフリーの得点が出ます。技術点 42.83、 演技構成点 40.96、 フリーは 83.79 という得点です。この段階でカナダのファヌーフを超えることはできませんでした。6人が終わって2位につけました。